はい、皆さん、どうも。急にタイトル画面出てきてびっくりしてると思うんですけど、まあ、とりあえずこれを見てほしいです。はい。これね、あれ、クリアデータあるやんって思うでしょ。これね、俺の少年引き本、少年の頃の引き本がプレイしてた PS4 版のスパイダーマンのセーブデータを引っ張ってきました。PS5 にね、引っ張れたんだよ。で、わざわざこれを引っ張ったのには理由があって、これでセーブデータ、クリアされたセーブデータを、セーブデータが存在することによって、見てほら、新しい難易度が解放されるんだよ。これ俺最近知ったの。クリアしたことあるくせに。ね、さっき、パート2まではね、このスペ的なやつをやってたんだけど、実はまだ上があるっていうね。はい。なんで、もう今まで、パート2までやってたデータはもう消したんで思いっきりいいでしょ、思いっきりいいでしょ。だから今回ね、また最初からにはなってしまうんですけども、やっていきました。はい、じゃあということでね、前回とストーリーの進行度は変わってないんですけど、難易度が一つ上になった状態で、はい、続きやっていきたいと思います。隣にいるクモの巣のやつは気にしないでください。キングピン推しの厄介ファンに喧嘩売られただけなんで、はい。ちょっと後ろにも二人いるんですけども。ま、こんな感じで殺伐とした日常を送っております。では、フィスクの残党をぶっ潰しに行きまーす！ほう！ちょっと、今の難易度の辛さを見せておこうか。言っとくけど相当辛いよ。言っとくけどね。あ、危ない。いるね。トレーディングカードの交換ってわけじゃなかった。よいしょ。で、ほら、待て、よいしょ。危ない。ナイス銃撃戦。ナイス銃撃。やばい。回復してー。はい、やっぱりや。ぶっちゃけ言ってね、相当緊張感生まれた。前回の難易度と違って、うわぁ、動いてます、めっちゃ動いてる。いや、危ない。ほら、もうダメージエグいんだって。やべ、逃げろ。ほら、いや、危ない。助けて。銃潰せ。やばい。助けて。どこ、俺今どうなった。ちょ、待て。よし、ほら。よし、ほらよ、よいしょ、よし、今、よし、あと一人なりゃもう楽勝よ。俺死ねえ。よーっしゃ、死んだな。あれは死んだな。リーダーボコボコ、ドラッグ撲滅、それが僕流ってね。見ましたか、ダメージね、めっちゃエグかったと思うんだけど、もう一回、メールして警官を、いいよ。もう一回巻き戻して体力ゲージとか見てくれてもいいんですけど、ね、普通の雑魚の攻撃はもう致命傷なんですよ、これ。まあ、銃はもともと強かったんだけど。だから、もうこの調子で、俺、フィスク多分クリアできねえんじゃねえか。もう、フィスクの残党、あそこ、なかなか難しいんだよね。ちょっと、これだけ拾っとこう。待って。街の治安より、これが大事。オズコープのビジターパス。なんか、インターンとかでも行ってたのかな。潰すか。よいしょ。どこ。もし。2体と、やばい。危なかった。よいしょ。で、おら。間違えちゃった。もう、おら。なんかすごいことした。やばい。スパイディセンスのね、これ、負けるとこんな風になかったことにされるんですけど、オールフィクションが働きます。熊川みそぎのオールフィクションが働きます。で、それはそうとして、スパイディセンスのね、受付時間がすごい短くなってんの。このゲームが難易度上がるたびにスパイダーセンスのね、時間がすごい短くなるんだよね。だからもう、出たらもうすぐ直さなきゃいけない。で、来ました。ほらー、こいつは全員が強いんだよ。これから調べるとこ。
博士からメールだ。あ、来ました。メールにスパイディガジェットのアイデアが添付されてるの。これがね、あ、これがめっちゃ大事なの。これが博士は発明バカだな。すごいよね。今それどころじゃないのに金出ないかもしんないんだよ今。ほんと何やってんだろうね。オットーの図面でインパクトウェブが作成できるようになった。よし、じゃあ作成してみましょう。これはね、今までウェブをね、何発も撃って相手を拘束してたんだけど、これは一発で拘束できるようになるっていうね。まあ弾の数はその代わり少なくなるんだけど、まあだからね、今まで中途半端にウェブを発射しててさ、拘束ギリギリできなかったっていう展開があったんだけど、それが確実なくなるんだよね。で、確かこれ強化とかもできたはず。できるね。あー、でも犯罪トークン足りね。くそ。これは犯罪トーク。あれ、こっち犯罪、足りるじゃん。いけるいける。オッケーオッケー。で、これはリチャージ速度が上がる。嬉しい。じゃあ、これもやるよ。入れよ。ウェブね、マジで、難易度上がるたびに、これ、ウェブマジで大事だからね。もうマジでって何回言ってるかもうマジでわからんけど。これかなり使えるかも。マジで、もうウェブ大事だからね。で、これで、これで切り替えて、で、よいしょ、おい。最高、博士ありがとう。あいつなんか文字読んでたな、仕事中に。仕事中に関係ない文字読んでたな。それだから、捕まるんだよ。あー、ちょっとフィス君には昔負けてたらしいんですけど、なんとか勝つようになったんですよね。で、なになに、ちょ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 、危ない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 。あんな風に気づかれるんですよ。あんな風にね、目立つところにいると気づかれるんですけど、まあ案の定バカなんでこいつら。案の定バカなんで、すぐ忘れます。不思議に思ったことすぐ忘れるんで、このまま逃げたりやったりしとけば、確実に倒せます。でもね、このミニ、これね、まあミニゲームの一種なんだけど、これやってんの、ある程度ね、相手をさ、暗殺するとさ、暗殺って殺してねえんだけど、暗殺すると、自動的にバレるようになってるんですよね。よし、はい、お仕事お疲れさ、有給取ってな。どうしようかな。あいつは、あ、危険か。あいつは安全か。どうしよう。よいしょ。おいよ。じゃあ倒すか。よいしょ。いきます。はい。見張りご苦労さん。ふぅ。で、まだ敵結構いるんだよな。で、こうやって、敵を仕留めていくと、これ、ウェーブっていうなんか、戦いに区切りがあるんだけど、その区切り1個分を抜かせるんだよね。ノーダメージで。だから一応でかいっちゃでかい。難易度高いから今。で、どうしようかな。あいつが一人になりそうだな。よいしょ。危険か。危険だな。まだ危険か。死にたがり以外はここには来ねえ。どうしよう。あ。一瞬だけ安全になったら、でもああいうタイプって怖いから、こういう時は、これでウェーブ切り替えて、こう。OK。これで音が伝わらない。思ったより耳悪かったみんな。どうしよう。あっち映って、危険だな。危険か。いたいるやん、いるやん、いるやん。また文字読んでるよ、この子。危険、なぜだ？いんのか、なるほど。あいつらをちょっと動かす。あ、いるやん、いるやん、いるやん。あっちにまだカモいるやん。よーし、はい、お仕事お疲れさん。単独行動取るからそうなるんだよ。ホラーゲーム、ホラー映画でもよくあるでしょ？もう。届け！オッケー。これで相手をおびき寄せられるんですよ。よいしょ。で、あいつをどんどんおびき寄せていきましょう。よいしょ。これで、ほら、どんどん、あいつらバカだから。あいつら戦闘能力はあるけど、頭はない、脳筋だから。だからもう、こうやってすぐ騙されるんですよね。はい、安全ですね。安全、はい、おいで、はい、おいで。はい、おいで、はい、おいで。はい、おいで、はい、おいで。はい、はい、はい、はい。いい子、いい子。いい子、いい子でちゅねー。はい。
おもらししても変えてあげませんよ。何言ってんだろう。で、こいつらずっとね、こいつらサボってんだよね、仕事。仕事サボってるやつほどやりにくいって、どういうこと？真面目な仕事をしてるやつほど、あれするっていうね。やられるっていうね。これでいいのかな？よいしょ、ほい。聞こえたか？で、行くから、そしたらこいつが安全になるから、安全にならない。安全になった。よし。気づかなかった？で、これで上上がる。オッケー。問題なさそうだ。で、あいつも安全になるから、潰す。で、上上がる。オッケー。いい感じっすね。順調。順調すぎて自分の才能が怖えわ。で、どうしよう。で、あとはあの3人だよな。あっちにも1人いんのか。どうしよう。ここの上をさ、できる。どうしよう。これで上上がるのかな。上上がるね。やったやった。ってことは、あと、どこ、トラブルって、あ、ほんとだ。貧血起こしてんじゃない、やばいって。ほら、どうする、で、ほら、これこうなるんですよ。あ、なっちゃったか。あ、危ない。嘘だ。こうなっちゃうんですよね。強制的にバレるんですよ。よし、ここはできるだけ、数の有利を、生かさない方向で。で、あ、やばい、これはやばい。違う。で、とりあえず打ち込む。はい、オッケー。で、どこいるね。よし。で、こいつで包括ゲージ食べよう。で、よし。違う、やばい。これは逃げるか勝ち。こうなると何もできなくなる。あ、包括ゲージが、処理が、また来た。で、おい、逆走。地味に拳が強かった。月の飛び方したね。何が起こった？あ、ユリさん。あ、で、これ始まるんですよね。行こう。よいしょ。オッケー。危ない。で、どうしよう。で、こいつはこう。オッケー。で、どうしよう。よいしょ。で、銃を先に倒そう。あ、違う。よし。よし、来た。で、ああ、もう全然うまくいかない。すべてがうまくいかない。お前、外出とけ。どうしよう。で、よいしょ。あ、全然誰も当たってねえ。よし。で、お前は一撃必殺。で、どうしよう。これで潰して、また来た。で、上げて、こう、オッケー。やばい。で、よし、オッケー。やばい、危ない。で、オッケー。やばい、あいつ倒してきれてない。オーライ、よっと、オッケー。これが一番完全。ああ、もう上から撃つなや。俺、何もできねえだろうが、オーライを。よいしょ、オーラ、死ね。で、あいつ、タフ。銃はね、オッケー。で、どうしよう。で、お前は、あ、全然ダメだ。あ、全然ダメだ。勝った、危ない。よいしょ。あ、あいつ倒した。で、お前も倒すよー。よいしょ。あ、くそ、惜しい。オッケー。で、お前も倒すよ。で、よいしょ、オッケー。で、あとは、ふぅ、ああ、倒しちゃった。で、こんなもんかな。
どこ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 にいんのどこにいんの、あ、いたいた、どうも。よいしょ、オッケー。終わり？ちょっと待って、新しいスーツにはスーツパワーが、あ、そう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 、フォーカスね。で、これでパワーアップして、で、このスーツの能力はとにかくフォーカスゲージが溜まりやすくなる。で、これを使ってもうどんどん相手を仕留めていきましょう。で、で、お前はこれだ。あ、ちょっと危ないな。よし。で、待って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 、お前はこれだ。オッケー。よいしょ、やばい。よいしょ、で、よいしょ、お、ナイス。よっしゃ、一人でも倒すとね、でかいからね。よし、ああ、やばいやばい、助けて助けて、上のやつを倒すぞ。よし、で、あ、やばい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 、聞いてない、いろいろ聞いてない、いろいろ聞いてない、はい。で、どんどん来る。どうしようみんなどうしよう。俺勝てる気せんのんだけど、これぶっちゃけ、うん、本当には勝ち目ないかもしんない。危ない。で、お前を振り、違う、よいしょ、あ、フォーカスゲージ振る、確実に一人倒す。ほら、で、ウィーマクのウェブがついたから、待ってね、お前、あ、違う、クソ、やばい、こいつら、やばい、どうしよう。よし、で、お前も、やばい、お前じゃない、お前だよし、お、あ、倒した倒した倒した、どうしよう。お前はちょっと厄介だから上上げて、で、あ、よし、オッケー。で、よし、倒して、お前も一撃必殺。あ、ほう、あ、最終ゲージ、最終ウェーブ来ました。で、来てるねー、すごい来てるねー。お前はここ、オッケー、いけ、よっしゃい、オッケー。で、お前はこれ、で、おい、はい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 、オッケー。で、もう相手体力、とにかく体力多いか、あびっくりしちゃった。で、あ、いや、まあ、違う、危ない。まあ、これ、ここ、いや、危なかった。で、お前は、よーいしょ、はい、仕込んでな。よいしょ、危ない。あー、しょうがねえな。お前は、これで倒そう。あ、やばい。どこどこどこ、よし、オッケー。やばい、よし、よし、オッケーオッケー、あ、死ぬ、死にます、危ない、オッケー。で、お前はこれだ、おっしゃい、はい。で、下から行こう、ロケランが怖い律儀に来ます、律儀に来ます、ああ、いや、捨て身すぎるお、それお前もただじゃおかねえだろう。ああ、もうウェーブ4からきっつー。よっしゃ、うん、本当にギブアップしてくれたらこの上なく嬉しいんだけど、どうしよう。ロケランを先に倒すか。これ入れ替えて、で、よいしょ、オッケー。で、上げて、よし、よし、ロケラン倒しはまあ多少は楽よ。よいしょ、で、どうしようかな。よいしょ、で、お前はこ、オッケー。で、こ、オッケー。で、お、こ、上げて、あ、一撃必殺ある。あ、何それ何それ何それ、すごい倒し方したな、お前どうしよう。で、お前、あ、来るね。おいー、お疲れ、サンタ。よいしょ、オッケー。よいしょ、なんとか勝てそう。何、今すごい挙動してた。あ、何やってんの、あの人。あれ、あの人何やってんのおい、ここだよ、ここ、ほら、ここにいるよ、ここにいるよ、ほら、ここにいるよ。ほら、何、なんか嫌なことあったの、現実逃避してる、この人。あ、急にこっち来たもう、お茶目さんなんだから。はい、終わり。あー、時間かかったー。すげー時間かかったー。強かったなー。
これこそ文字通り一網打尽だネット。発砲を聞いてようやく通報があったから今警官を向かわせてる。おお、現行犯逮捕だね。犯罪トークン2つ。しょっぱ。他にもフィスクの建設現場があるけど、どうせ出かけ。目を光らせて。何か怪しい動きを見たら連絡してちょうだい。ああ、そうだね。フィスクって普通の会社としてやってんだよね。マッピングソフトの精度を再調整しないと。ああ、嬉しい。フィスクの建設現場全部見つけられないかも。有名なランドマークの写真にデプスマップのポストプロセスレベルアップ嬉しい。で今最初はやっぱりあそこだよね。でピーターは今なんかフィスクのアジトを効率的に見つけるためになんかって言い過ぎだな。マップを開放していこうねっていう話をしてましたね今。上だね。よいしょ。よし、オッケー。で、あ、ちょっと待って。ここのね、あれはね、ちょっとスーツ変えるわ。これ。これの、で、これはそのままなんだけど、スーツは変えないんだけど、これ一応切り替えることできるんだよね。一回スーツを解放すれば。で、こいつのスーツパワーが、とにかく強くて、だから、このスーツのね、このスーツの、スーツ能力がめちゃめちゃ強くて、それが、これ、見てほら、そこら中にね、糸を撒き散らすの。で、なんか、オットがやってるね、なんか。義手の話ああ、義手の話だ。なんか、強盗と戦ってる間に義手の話進んでた、なんか。で、まあ、今の感じでね、さっき見た一撃必殺連発も強いんですけど、まあ、あれはボス専用って感じがするね。で、じゃあ、雑魚戦は今みたいな、あのスーツでいいんじゃないかな、って思いますね。うん、なら、さっきのフィスクの時もやれよって話だよね。着いたー。どこ？どこ？場所わかんない。ごめん、先マップ先にするわ。ごめん、市民。これ同じやつ。絶対別件だよね。絶対別件じゃん。しょうがねえな、やるか。よいしょ。いやー、銃いる。ああ、もうほら、銃持ってるやつの拳がこんなに強いんだよ。オッケー。殴られるの嫌い？先に言ってくれなきゃ。マジでしんどい。もう、本音を言うとしんでー。もう、一回ペースを乱すとね、一回ミスするとね、もう体力8割持ってかれますからね。マジでやってらんねえ。スパイダーマンって超人じゃなかったんだな。人間だったんだな、スパイダーマンって。事件発生。グランドセントラルに集合。どうぞ。スーツを調節して、もがいてる音がないか聞いてみよう。あー、なんか始まっちゃった。俺、なんかいろいろ始まった。荷物探してただけなのに。極めて奇妙な呼び名だが、さて覚えてるかな？町に設置されたオーウェル流の犯罪監視システムに関する私の警告を。こいつ、あー、スパイダートレーサー。何これ、使えるの？誰かが正気に戻って市民の自由を侵害してると気づいたもう何アルチューが運転する車よりも頻繁にクラッシュするネットワークを何何もう ラジオうるせえけど解説するよ。あの左のね60メートルっていうのが近づくほどね、なんかどっかに閉じ込められてる一般市民がいるらしいです。はい、ごめんねみんな、ほんとごめんね。忙しかったよね、ほんとごめんね。ほんとごめんね、チラ。多分こういうのって大体10着車の中なんだろうけど、どこだと思う？どの車だと思う？車じゃないのか？え、こっち、あれ？建物の中？嘘？待て。この近くにいるはず。これ建物1個違うな。あ、めっちゃ近づいた。ここだ。これ、どこ？ここ？どこ？どこ？こっち？被害者はどこかな？きっとまだこの近くにいるはず。あ、いた！いや、
これはある意味か、あ、こんなとこあんの。いや、これある意味隠せてないだろ。違和感ありすぎだろ。ほら、足伸ばして。大丈夫？ありがとう。なんで誘拐されたん？何お前、お前なんか財閥の息子だったりする？え、なになになに、え、いんの、いんの、いるん、ど、え、どっから来た？え、お前らどっから来た？よう、行きます、行くぜ、あいー、オッケー、だいぶ倒したね。よいしょ。で、オッケー。で、あ、あとは、よいしょ、オッケー。ふぅ、倒したー。死ぬか思ったなんか、なんかちょっと前、ちょっと前にも同じことあったっけ。なにここ、すごいとこ来ちゃった。あ、カーチェイス、どこ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 。待って待って、カーチェイス、カーチェイスやりたいな。でもなんか、はぁ、なんかこの難易度のカーチェイスクソむずそうやな。あの、俺が思うに多分このスパイダーマンというゲームにおいて一番むずいのがカーチェイスだと思うんだけど、どこどこどこ、カーチェイス。あった、行こう。カーチェイス、カーチェイス動いてるからね。どこ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 、あった、あれか。あ、動いてる。カーチェイスだ。行きましょう。カーチェイスはね、とにかく逃げてる犯人を追うってやつなんだけど、まあ、とにかく難しいんですよ、これが。ほら、なんか来たし、来た来た来た、よしよし。よし、オッケー。こうやって、こうやって倒していくんですけど、多分 QD がこれクソむずいんですよね。あ、来た、違う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 。お前倒す、倒す、オッケーオッケー。あの、車止めなきゃいけないんだよ、この後。よいしょ、オッケー。で、この後の QTE がね、クソ、受付時間短いの。今もう連打してる。おーし、オッケー、止めた、よかった。このここの QTE だけクソむずいの、このゲーム。オッケー、ふー、よかった。ヤングでしょ、運転下手すぎない？え、なんかいる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 、めっちゃいる。なにあれ、え、なに、あ、フィスクのアジトだ、この上。え、やめときます。スパイダーマン、おじけづきました。うわ、そうだー、知らねえ、俺知らねえ、俺知らねえ、ニューヨークなんて知ったこっちゃねえ。あー、また新しいパターンだ。あの事故やばそう、みんな無事かな。あー、こうやってね、助ける系のねやつもあるんですよね。これっち、これはね、まあやられる、やられる必要がないから、まあ楽っちゃ楽っすね。よーいしょっと、はい、オッケー、早くどきな、危ないよこの車重そうだな、本当にスパイダーマンだとしても。まだいる？あ、いるね。あー、これはめっちゃ焦るやつだ。ほんとは、よいしょ、オッケー。まあ、いち早く恐怖からは逃げたいよね。あ、ごめん、みんな。え、強盗？事故を起こしたやつ捕まえないと。マジか。どこ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 。あ、これ？これ？こいつ？こいつ？今止まってたやん。今止まって急に動き出したな。そういうプログラム、やばい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 、危ない、よかった、おっしょ、はい、さようなら、はい、オッケー。後で回収大変そう。はい、よし、オッケー、右ね、オッケー。で、運転席の左が絶対出る、この後、はい、オッケー、さようなら、はい、わー、オッケー、しゃー。これ失敗すると体力ごっそりいかれるからね。オッケー、もういない、終わり、よっしゃ、よかったー。今日もニューヨークは平和、オッケー。治安悪。あ、着いた。着いた。オッケー。やっと着いた。おなじみエンパイアステート。あ、知らない。ニューヨーク最高。それじゃ、チーズっと。これでカメラ起動して、で、これでアップして撮るんですよね。はい、じゃあ、飛行機映った。はい、チーズっと。いいんじゃない、もうちょい飛行機ここら辺に来てほしかったけどね。マップが調整されたはず。ビューグルやめてから写真撮ってなかったな。大好きだったの。ああ、なんかマップを調整するっていう意味があるんだね。ああ、でこれもなかなかあるんだよな。ああ、オッケー。じゃあ
キリがいいので、ここら、一旦ここら辺で切るか。あ、なんか、リー、リーさん。もしもし、ピーター、マーティンだ。メインのパーティーの支度にもう少しかかりそうだと伝えたくてね。ケーキの配達が渋滞で遅れてるんだよ。わかりました。準備が終わったら僕も向かいます。わかった。また後で。ああ。それじゃ時間潰すか。なんか。街の様子をチェック。ああ、でもこの自由時間ってすぐなくなるからね。なんかケーキを用意してるみたいですね。じゃあそれは次回ということで。じゃあ皆さんグッバイ。